Tschüss. Likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Part two. お届けしました、改めましてこんばんは、ハイペリオンです。どうも、はい、後半戦も始まりました。まだ大丈夫ですか、みんな体力ありますか。はい、ありがとうございます。元気にいきましょう。ちょっとこれまで曲聴いてもらって分かると思うんですけど、うちの
ソングライターたちはね、どっぷりと昭和に使ってきた人間なので、ちょっとあの昭和のね、70年代とか80年代とか、ちょっと90年代ぐらいまでのなんか懐かしいなって思うような感じの曲調のものが多いんですが、そういう中でもね、あのある曲をこうベースに作りましたっていうシリーズがありましてちょっと2部はちょっとそういう感じの曲を続けてやっていきたいと思うんですが、次にやる曲はですね、奥村千代さんの名曲の、終着駅という曲、あのその世界観をこうベースにですね、ちょっとザード風の曲調に合わせて作った曲になります。終電飲んだっていう曲ですね。で、その次2曲続けていきますが、高橋真理子さんの、バンドで歌った、五番街のマリーと、ジョニーへの伝言がの、マリーさんですね、をあのその曲の主人公のマリーさんのその後の曲を描いた私マリーという曲をお届けします。じゃあ2曲続けて聴いてください。最果ての駅で降りた街はもう息を潜め、悲しげな顔した人の群れ、それぞれが孤独ね、携帯をいじる少女、覚えるはほろ酔い加減、直すって生きたわけじゃない、見ればわかるでしょ、よく似た女たちがまた一人降りてくる、最後の影が立ち自分で編んだマフラー、どことなく渡す勇気がなかったのかしら、孤独
友達見に来てたみたい。
ちょっとこの次の2曲もまたベースにした曲があるんですけども、次はですね、沢田研二さん、ジュリーですね、の、気になるお前という曲、ご存知ですかね。はい、その曲はですね、男目線で描いた曲なんですけど、そのアンサーソングを勝手に作ってみました。女性目線からの曲ですね、オージュリーという曲。それからその次の曲が、次はですね、うちのバンマスベースの青さんが作った曲になるんですが、山口百恵さんが大好きだそうで、百恵さんね、もう引退されて、新曲は聴けることはないんですけども、もし百恵ちゃんが次曲を作ったらこんな感じかなということで作った曲、そのまま、百恵の世界という曲になります。じゃあまた2曲続けてお聴きください。
少し飲み過ぎてる夜に一人部屋でヘッドホン全て忘れさせてくれるような音に包まれ思いにふける男と女じゃ愛する意味さえ違う私の愛し方いつもあなたと裏表一人になるといつものすれ違いくらむ素直になれたらこれからもずっと少し酔いすぎてる耳に残るフレーズの渦心の中を映してるような リズムセクション男と女じゃ愛する意味さえ違うあなたの愛し方いつも私と裏表一人になるといつものわがままを悔やむ素直になれたらこれからもずっと ありがとうございます。そう、ちょっと第2部うちらの曲はこれで次で最後になりますが、はい、
この後またね、あのビートラブさんが、はい、出て歌います。かっこよかったですね、ビートラブさんね。ちょっともう、はい、ちょっとこれ終わったら私も思い切り一緒に楽しんでやっていきたいと思うので、みんなで最後まで盛り上がっていきましょう。あとラストのステージの時はちょっと私もまた、私もというかハイペリオンでまた一緒に登場させてもらって合同でやらせていただきますので、あの最後まで楽しんでってください。じゃあ最後の曲聴いてください。はい、キャンサー T&S です。
この後も楽しんでいってください。ありがとうございます。